はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。今回はクランバトルをやりますが、そのために CP を貯めないといけないので、メインクエストで、行います。メインクエスト10の10からですが、進めていきます。進むんだっけ。止めます。10の11ですけどね。まあ早送りしていきます。絆がアップします。人助けってこんなに大変なのね。日頃からやってるあんたはすごいわ。ちょっとだけ褒めてあげる。5章の5話が解放可能になった。まあ、とはいえやる。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。レベルが上がりましたね。一応ギルドハウス行っとくか。皆さん、いいねしてください。いいねがしますんで。シュウさんとマーサさんか。あれ？どっちだっけ？シュウさんはもういいねした。マサさんだな。はい、OK。メンバー訪問。171ってすごいな。まあ欲しいですよね、チアキング欲しい。行きましょう。プライズもついてんだ。素敵な仲間が増えますよ。あ、ダメだ。前回のガチャでは星さんが4つも出たんですけどね。さあプライズにかける。6等ばっかり。
と弾かせてほしいな。あ、星さん出た。来い。来た。来た、やっぱ。立ちはだかるやつは。かやだ。来た。初新キャラですね。お、なんだこれ。三刀だ。寝たい。プラチナもあるんだ。あれ、あ、引き終わってんのか。あ、そうやったっけ。過去のストーリーイベントを楽しめちゃいますよ。あ、諸君、食べ物をくれるんですか。うん、恋してもいいですかね。食べ物を釣られるな。これはもうプレイできないよね、マナも含めて。調査、調査できるんだっけ。ここで手に入れたアイテムで専用装備を作成できるみたいね。アイテムが集まったら早速作ってみましょう。うん、スキップです。このぐらいまではクリアできるんじゃないかな。多分まだ勝てると思うんだけどな。え、負けた。初めて負けた。さすがにちょっとレベルが高い。まあこれでもボロ負けだろうな。ダメですね。ね、キャラをみんなあげます。ここまでか。ランクアップできますね、祈りが。
あ、これ星がつくんだ。エリック装備が装備できる？あ、パンのランクアップ可能。これですね、カヤは。行けるとこまで行きましょう。あ、パンチが使えるんだ。レザーナックル。スキル強化ができる。ドラゴスタイルマニック。攻撃力が一気に上がるんだ。宇宙か。まだまだランクアップができます。まだいける。
あ、しかもランクアップができる。装備できる。なんだろう。普通攻撃力が微妙に上がる。ってとこか。スヒア処理数1しかないからな。まあ、武力なら強いんで、いずれ上げてみましょう。しやねばならんのはクラバトル。限界の絆、そして挑戦。オート進行は停止しますね。スキップしない。ユニオンバーストって何？まあこのまま特にいらんけどな。スタークリアできなかった場合はストップします。これならまあいいかな。星3ですね、文句ない。時間の節約にはなるしな、オート進行は。そうだ、キャラ変えたいんだ。変えてチャレンジしたいんだが、せっかくカヤ、獲得できたんだから、カヤで挑戦したいんだけどな。無理か。ちょっとオートストップ。まあ結構やっぱり強いな、ニノは外せないよね。ドレムはまあタッグ役だからな。あ、マックスなってんのか。まあマックスなるよな。まあ、ちょっと外して
喧嘩屋はどこだ。喧嘩屋はこれだ。喧嘩屋入れましょう。あっ、わすげえドラゴンフェスです。ちょっと減ってるなぁ、カヤ。回復できないのか。あ、これやばい、死ぬ。あ、死んだ、カヤ死んだ。ダメですね、死んでしまいました。待っちゃいましたね。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。テクラバトルやるんだ。あ、なんか確実に進んでますね。模擬戦か。お、模擬戦？なんだこれ。え？なんで？本戦だよ。本戦やらなきゃ意味がない。まあ、行けるとこまで行きます。力不足なら分かってるからな。お、ルナが、ルナもいるかよ。ここはそうそうしんどいかな、ドラゴンズ。はい、終わった。あ、挑戦できませんね。ね、
必殺使えるけどやっぱ守りがちょっと弱いよな。回復が欲しい。死んだ。多分まあ彼女だと当分はクリアできないんで、先へ進めないんでね。もっと戻しましょう。これで戻すとどうなる？カヤに行けるんだったら行きましょう。オート進行中は自分のスピードを自動的に変えられないのか。そんなに減ってないね今のとこ。カヤのあれはこれならいけるかも。カヤも育てないといけないんですからね。もうニノンの本当安定性がすごいな、真ん中の。OK です。これな。余裕の勝利です。恥ずかしめ。どんどん行きましょう。ああ減ってる、減ってる、減ってる、やばい。以上減ってるもんな。死んだ。サブの家死んでるんじゃダメだな。まあ、あれが海の魔物、ウェアオルカね。魔力で無限に海水を生み出すらしいから、溺れないように気をつけなさい。海水。溺れるって、もしかしてキャルちゃん泳げないんですか？さっさとあいつを倒しちゃうわよ。
さあ削っていきますが、音が強い。もうちょっとだ。11面に入りますね。メインストーリーを2個解放。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。まだですね。戻って、やっぱりまだダメだな。このぐらいの速さ行こう。相性があるからね。こう見るとやっぱ安定してるんだろうな。ドエム別にウェアウォルカーを倒していきます。オッケー、倒しました。余裕の勝利です。これは余裕の勝利。でもハードっていけるんだっけ。
こぼすな。お一気に削っている。余裕の勝利ですね。強い。でもこれだったら、これでいけるんじゃないの。動かない。死んだ。いい調子で、心も体も健康なのはいいことです。いいね。力押しは通用するってこと？あーでも結構減ってるからやばいな。ゲーム、もうちょっと。あ、なんとか勝った。ちょっと苦戦ですね。ハードってやっぱり無理なのか。創生漢字みたいなたくさんいるな。ケイ、あ、まだ勝ってない。勝ちました。
あ、ちょっとド M がやばい。ド M 回復した。OK、勝ちました。余裕の勝利です。恥ずかしめ。殴られたい。なかなか削れない。お、半分削れたが、誰か死にそう。ああ、3人一気に死んでしまった。氷が、倒せそうだが。ん？うわ、なんだ？勝ったが、ここまでだ。ド M とロリで勝ったが、ここまでですね。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。こちらではクランバトルに参加された。ん？いや、これね、獲得順ってどうやってやるんだっけ？スポットって何？一回の。あ、サポートも入れ合うってことか、ツアーに。例えば、カヤを入れて、これで行ってみよう。借りるとどのぐらい強くなるのか見てみよう。光栄だからな、基本的に。あー、早く死んでる。かっこいい。はい、支援役だからな。あ、借りた役でやればいいのか。これ時間制限あるから。
支援もないんで、直接役で支援はもっと強い。あ、そうなんだ。え、つまりもう一回倒せんの？もう一回遊べるゾンってわけですね。サポート役はもう火力でいこう。どれが火力だ？で、そして光栄は絶対一人はいるね。あ、彼女光栄なんだ。いや、もう全員光栄でもいいぐらいだよな。全員とは言わないけど、これでいきましょう。制限あるからな。来た。魔法少女。どんどん、どんどんやられて始めてる。やっぱり強い。20秒切りました。やられましたね。ノーマルね、戻りましょう。クリアしてるよね。うん。だから11の1面まで、1面戻って、プレイ。いいですね。OK。この結果は予測していました。本当？どんどん行こう。
11の3まで進んでるからな。いいですね、安定してますよ、ここまでは。まだまだいけますね。喧嘩屋強いな、かや。もうレベルは上がった。いいですね、押してます。余裕の勝利です。恥ずかしめ、血を引き締めます。危なげないですね、今のところ。まだまだいけます。砂漠地帯かな、ここ。この結果は予測していました。殴られたか、
思った以上にいいですね。ちょっと減ってきた、ニノンがクリアはしましたが、当然の結果です。まだ行けます。まだ大丈夫。早く削りたい。こちらも時間制限ありますからね。時間以内に倒さなかったらクリアにならないんじゃないかな。頑張れ、それに耐えろ。今度はニノンが、なんとか耐えました。余裕の勝利です。恥ずかしめ、余裕なのか。
やられた。彼やられた。ここまでですね。メインストーリー解放されまくり、いろいろ食べされる様子があります。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張ります。まだなんだ。まだ挑戦できない。え、なんで？なんで11を？なんで？これでいけた。これでクラバトル挑戦ですね。あれ？保存してくれないんだ。する状態スタートです。枠がなんか減ってる。
コメントバトルをやりましょう。力比べをしてみましょう。実力が試されますね。頑張ってください。気になるパーティーとバトルをしてみましょう。どちらが勝利するのか私も楽しみにしていますね。将軍は一応ママも6まで上げ合うかな。ラックアップできる祈りが。入手可能だから入手しに行きたい。ですね、どんどん上がっていきます。あ、入手可能だからこれは行こう。望みがレベルアップです。入手可能ですので入手していきましょう。
もらえない？もらった。塔をレベルアップ。はい、ということで、ミナに切れぬものはないです。将軍は屋形船に乗ったつもりで安心していてく。クラバトルやりました。これですね。これは何があるんだ。次回予告ということで。闇の眷属どもが騒いでおるね。イリアですね。我が城に侵入者じゃと。ずいぶんとそれを知らぬ者がいたものじゃ。よかろう。いい退屈しのぎになりそうじゃ。さあ、愚かなる侵入者。姿を現すがよい。伝説の吸血鬼であるこの藁は世を滑る者イリア・オンスタインが直々に相手をしてくれよう。世を滑る者、なかなか美しい二つ名じゃないか。だったら僕はこう名乗らせてもらおうかな。美を滑る者ユキ。なんか変な奴が来たの。まあよい。それで間に合うじゃ。イリア・オンスタイン、伝説の吸血鬼と呼ばれる。吸血鬼なんだ。イリアの力を貸してほしいのさ。助けが欲しい。僕の美しさを永遠のものとするために。いや、ミナが将軍の草履懐で温めておいてです。一緒に出かけます。はい、ということで次回は多分ストーリーやろうかな。かなり今回メインクエストも進みましたからね。11の、13まで、星3でいけて11の14まで進みました。
逆に言うと、あのメインストーリーも、第4章、いけるようになったんで、次回はこれを進めていくんかな。一応キャラクターのストーリーもこういう風に進めないといけないんで、これも進めないといけないですね。絆を上げるためには。ギルドもありますし、あと、ま、いろいろ。これなんだろう。あ、ストーリーの話か。たくさんあるんでね。すごい。贅沢ではありますが、引き続きやっていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。